おはようございます。今日はですね、この内容はもうサムネイルにある通りですね、もう非常に頭がかゆいっていうことなんですね今。まあなぜかというと、それはちょっとわかんないんですけど、まあ原因の一つはちょっとヘルメットをかぶりすぎてるのかなって思います。まあっていうのも、これを撮ってるのが九州ツーリングなんです。今最終日なんですけど、今走行中ですね、めちゃめちゃなんか頭が痒いんですね。さっきも燃料入れるついでに、ちょっとガリガリではないですけど軽くかいて、で、なんでかなと思ったら、やっぱもうかぶりすぎ以外ちょっと考えられないというところでですね、まあ、そういう風に思って、ちょっとそういう経験がある方いないかなと思って聞いてみました。まあ今日ですね、今日まででも、だいぶ走ってきまして、だいたい3000、スタートが4500だったとしても、今は7800なんで、まあ、軽く3000キロ以上は、まあ、走ってるわけなんですけど、まあ、今日もねこのまま、まだまだ走るんで、ただそこでですね、まあ、こんなになんで痒くなったんだろうっていうところで、まあ、ヘルメットはよくホテルとかにあるファブリーズとか、まあ、リセッシュとか、まあ、かけて、で頭の方もですね常に洗っているんですけど、なんでここに来てこうなったかっていうと、ちょっとっていう、はい、そんなところはあるんですよね。なんで、まあ、もしですねそういう経験がある方とかなんかいたら、ぜひ感想を聞きたいなと思って、はい、まあ、ちょっとここ今北陸道なんですけど、なんかすごいですね、あそこ上に霧がかかって、この辺りとかもう少しして紅葉が本当始まったら、なんかめちゃめちゃ綺麗な感じがします。走ってる車はやっぱですね、まあ、石川ナンバーとか、はい、富山だったり、まあ、この辺りの方ですね。はい、まあ話はそれちゃったんですけど、っていうわけでですね、なんかもう今無性に痒くって、やっぱ距離走る方とかに本当聞いてみたいですね。もしなんか教えていただければ本当にありがたいです。まあハンキャップとかの方がいいのかもしれないですけど、まあ、ハンキャップだとちょっと耳も寒いですし、あとはなんかやっぱ会った時に結局もう耳から行ったり、もう顔とかもほぼ丸出しじゃないですか、あれだ。やっぱりそこはちょっとリスク高いなって思って、まあ僕今はフルフェイスをほぼ被ってますけど、まあ、今後ほぼっていうかずっとですね、はい、ジェットヘルとかにもちょっと変えてみようかなとかいうのはあるんですよね。ショーエーの J クルーズ2とか興味があるんで、だそのあたりも、まあ、結局、髪が生えてる部分は全部覆われるんで、まあ、痒くなってしまうのか分かんないですけど、とりあえずなんでだーっていうところなんですよね今この走ってて、ここに来てなんで痒いっていう、はい、そんな感じです。まあ、ガリガリかきすぎると髪の毛に良くないですし、頭皮にも良くないんで、まあ、バイク乗ってから別に髪が減ったとかそういうのはないんですけど、ここに来て本当にね、今日ですね、今日特にっていうか今日初めてぐらいの勢いでこんなに痒いのかっていう、はい、のを思ったんで、ちょっと聞いてみたいなと思って動画にしました。まあ、もし同じような経験があって改善された方とか、いやただそれ多分やっぱ乗りすぎだよっていう話があれば、ぜひ教えていただけたらありがたいです。はい、じゃあこの動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。